皆さんこんにちは、猫ニラでございます。10クレ開けていきたいと思います。でね、途中で3クレ目だか4クレ目だかでパック切れが起きたんで、パック頭のキラですね。いきます。1クレ目はダビド・ロペス、2クレ目スアレス。なんかスアレスの SOC がいいっていうね、話をよく聞きますけど。3クレ目ん、誰だ、ベイリーか。はい、4クレ目ニコラ・パロワ。はい、パロワ、パロワもね、能力悪くない。あとあれがありますよね、5クレ目シチェシニー。うん、1,2,3,4,5,6 クレ目長友、これはインテルの方ですね。はい、7クレ目よいしょ、アグエロ、アグエロ、あ、初引き。おお、これはなかなかいいカードですよね。やった、これはね、これはちょっと嬉しい。はい、能力もえげつないですね。えげつないい顔してるし、で一気当選ね。はい、8クレ目一気当選って聞くと、まあちょっと漫画を思い出しますけど、アニメを。9クレ目パレホ。うん、ラスト10クレ目。いやー、でもアグエロは嬉しいですね。オフェンス20のスピード20、半端ないな。お、アンリ・セペ、すげえ顔してんな。はい、というわけで今回はアグエロさん、これはちょっと使ってみたいな。まあ、15-16縛りでも、まあちょっと実験で入れてみようかなっていう感じですね。はい、また次回の動画でお会いしましょう。次はね、このアグエロの流れです。またお会いしましょう。さよなら。